利用する機会が減少している公衆電話についての教室が伊万里市の小学校で開かれ、子どもたちが災害の時の活用方法を学びました。災害時に一番つながりやすい便利な公衆電話、馴染みのない子どもたちに使い方教室が行われています。この教室はスマートフォンの普及で利用機会が減っている公衆電話について知ってもらおうと日本公衆電話会が開いたものです。今日は伊万里市の大坪小学校の6年生24人が参加。災害時公衆電話は携帯電話よりも優先的につながるとして、災害用伝言ダイヤルの171を使って自分の安否を伝える体験をしていました。今大坪小学校体育館に避難しています。安心してください。今日勉強したことでしょ、思い出して利用していただきたいなと思います。はい。日本公衆電話会は今後も県内で公衆電話についての教室を開催する予定だということです。